何のことですか。どなたですか。川原伊丹教組の問題。誰だ。教官、期限は昨日だぞ。金払わんかい。そのお話でしたらうちに来てください。なんだそこやろ。待ってください。なあ、教師の滝沢です。金がどうのって一体何のことですか。こいつの親父に金返してんだけどよ、酔いつぶれやがってラジオ開かねえからせがれの方に来てるんだ。なんだよそりゃ。監督が殴り合ったんじゃ川浜は試合に出られなくなるんじゃねえの。分かってんのかよ。おら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 、頑張ろう。お前たちはこれが見えるのか。それが天海君、警察だ。はい。待て、帰りゃいいんだろ。ああ、何が何でも今月中に20万払ってもらうぞ。ほら。工場、どうもありがとうございました。うん。